どっちにしてもみんなこれも僕はいいことだと思ってるんだけど、 SNS が普及しちゃった、特にインスタグラムとか普及したことによって、その単純労働にみんな行かなくなった。今もうだから本当に不足してて、地方では、うん、であのミトちゃんがやってたのあのキノコ屋さんとか、ね、あれ全部外国人実習生が積んでたでしょ。北海道なんでもう高齢者の方しか働く人いないんですよね、うん、若い人になって。そう、だからでもキノコの菌床紙、キノコの摘み取りは、うん、あの手でやらないとダメです。自動でできないんですよ、うん、200人300人のランダムで、おじいちゃんおばあちゃんプラス外国人実習生みたいな、うん、手もぎするんですよ、うん、でもそうじゃないと、まあ、デフレも進行してたんで、あの値段でスーパーに、うん、あの椎茸は並ばないわけですけれども、うんうん、まあ、もちろんそれは価格上昇圧力って形にもなってくるとはいえ、ね、まああのそういう労働にみんな行かなくなったから、うん、若者たちも、うん、そうですね、だったらなんか17ライブやったりとかゲーマーやってた方がいいなみたいな、うん、若い女子とかは大体そういうとこ行っちゃうから、うん、安易に17ライブとかで稼げちゃうから、うん、でお金お金でそれで稼いでおいて自分の別の時間をうまく使って幸福度の高い活動をするみたいな、うん、でそうそうそう、でどうなったかっていうと、単純労働がどんどん DX とかロボット化していく、うんですよ多分。でまあそれでもクリアできなかったら金を上げるしかないみたいな、まあ ね、そこは多分値段が上がってくる、値段が上がってくるし、まあ実際上がってるし、うん、吉野家の牛丼ついに400、ね、超えましたからね。じわじわ値上げ始まりましたよね。パンも小麦の奴隷のパンも値上がりしますから、うん、小麦の値段がめちゃくちゃ上がってきてるんで、でなんかまあ意図しない形で新型コロナウイルスで DX とかは結構進んでるし、うん、そのインフレも進行してるみたいな状況になって、ただ賃金は当然上がらないわけですよ。この解雇規制であの新しい資本主義とか言っちゃってる人いるから、確かにこれはもう企業としてはできるだけ人雇わんどこうと思うわけですよ、うん、だって既存いる人たちに 株主に分配せずに従業員に分配しろって言ってるわけですよね、うん、あれってね、そういう規制をかけようとしてるから、うん、それは経営者としては見まがいま、ねね、構えますよね、うん、ってなるとどうなるかっていうと、あんまり仕事してないニートみたいな人が増えるっていう、うん、だけどなんとなくデフレで生活コストも安いから、うん、特に地方とかはだからなんとなくやっていけるんですよ、ね、でその人たちはじゃあもうどうするかっていうと遊ぶしかないみたいな